ドジャース3、1マーリンズ、8日、日本時間9日、ドジャースタジアム。ロサンゼルス、米カリフォルニア州、7日、日本時間8日、イコール斉藤恒大。ドジャース大谷翔平投手、29、が、2試合連続のノーヒットに終わった。マーリンズ戦に2番 DH で出場し、4打数無安打。第1打席から2打席連続三振を喫し、その後も凡退した。チームはテオスカー・ヘルナンデス外野手、31、の決勝ツーランと投手陣の好投が噛み合い、2カード連続のスイープ、連戦で全勝に成功し、直近16戦14勝で貯金を13とした。大谷翔平は第1打席で、不運な見逃し三振を喫した。カウント3月1日からストライクゾーン低めに外れたボールを見送ったが、判定はストライク。びっくりしたように飛び跳ね、打席に戻った。結局、続く6球目を見逃して三振。ゾーンの見極めにズレが生じたのか、2打席目は外角に大きく外れたスイーパーを空振り。2打席連続三振を喫した。試合時間1時間55分、平日のデーゲーム。今季のド軍の試合で最短の試合は淡々と進んだ。大谷翔平を含め、ベッツ、フリーマンの MVP トリオが打点を上げなくても、波に乗るド軍は強い。正捕手で4番のスミスを休養させ、代役の T ヘルナンデスがチーム全得点の3打点。6回に決勝ツーランを放ったが、先発、救援陣、とてもいい仕事をしてくれているのが、今チームがすごく良い状態の要因になっていると、主君の一打には目もくれなかった。実際に、直近16戦14勝の間でチーム防御率1.73は両リーグトップ。この日も、開幕ローテーション4番手で昨年の球団プロスペクト5位の若手右腕ストーンが7回6安打1失点と好投。リリーフ陣も無失点で繋いだ。ロバーツ監督は、いい野球をしているチームに、満足していると話した。大谷翔平が無安打の試合で、ド軍は6勝1敗。層の厚さが強さを物語っている。改めて、いてくれてよかった、新たに発覚した水原容疑者の悪質手口の側面で注目される、大谷翔平を支える人々の温かさとは。米連邦検察は5月8日、日本時間9日、ドジャース大谷翔平の元通訳、水原一平容疑者に関して銀行詐欺などの罪を認め、有罪答弁の司法取引が成立したと発表した。司法取引の合意書によると、この度、虚偽の納税申告書で410万ドル、約6億4000万円の所得を申告していなかったこと、歯の治療を装って大谷翔平から6万ドル、約930万円もの大金を騙し取った新たな手法も発覚した。中でも、悪質と注目されているのは、23年9月にしか治療目的で大谷翔平から6万ドル、約930万円もの小切手を受け取りながら、自身の口座に預金。その上で治療費用は大谷翔平のデビットカードで支払ったとされる、いわば二重取りの構図だ。大谷翔平自身を装って銀行に電話していたことも明らかになっていたが、その回数は24回にも及んだという。また ESPN の報道によれば、水原容疑者が盗んだ大谷翔平資金は違法賭博の胴元であるマシュー・ボーヤー氏のみならず、ボーヤー氏のビジネスパートナーである有名テレビタレントの元にも渡っていたとされる。異例ずくめの事態とも言える今回の出来事、メジャー挑戦時から専属通訳を務めた人物からの裏切りに大谷翔平自身も大きくショックを受けたとされる。一方でそんな大谷翔平を側面から優しくケアしている人物も多い。特にチームでは、新指揮官となったロバーツ監督との良好な関係性が伝えられている。現地5月4日、日本時間5日の試合前の大谷翔平の囲み取材の際に同監督が乱入。大谷翔平は指揮官が記録していた日本生まれの選手の球団最多本塁打記録にその時点で並んでいたとあって、ポルシェのミニカーをプレゼントしたが、そのミニカーを報道陣に無邪気に自慢する姿が微笑ましく伝えられた。その後、行われた試合では6試合ぶりの8号ソロで記録更新、満面の笑みで大谷翔平とハイタッチするなど、選手のモチベーションを巧みに引き出す操縦術が注目されている。
現場で温かく見守る存在が指揮官とすれば、プライベートでは今年2月に結婚を発表したマミコ夫人、また愛犬デコピンの存在も慌ただしい日々の癒しになっているとされる。激動の日々を送る中で、いてくれてよかったと大谷翔平自身も感謝した家族の存在。先には球団チャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に夫妻で出席した際の仲睦まじい様子も話題を集めた。共に手を取り合い、大谷翔平を側面から懸命にサポートするマミコ夫人がいる限り、大谷翔平の今後進む道は明るく照らされそうだ。大谷翔平自身はここに来て週間 MVP も獲得、1試合2発も放ち、打者専念のシーズンにおいて打率、本塁打においてもトップ争いをするなど、ギアを上げてきている。周囲に感謝の気持ちを示しながら、前に進んでいく。